よいよ本格的に、はい、催眠術かけていただくんですけど、はい、ちょっと紹介しましょうか。本当、はい、すごいらしいですよ、川崎先生です。よろしくお願いします。意外とお若いんです。はい、ちょっと平成生まれでございます。マントみたいなのはつけてないんですか。ちょっとね、こうあんまり、そうですね、ミスターマリックみたいな感じにはならないので、それぐらいが衣装一番いいです。あ、本当ですか。ありがとうございます。ね、あまり。催眠術ってどうしたらそっちの道に行こうかなっていうふうになるものなんですか。そうです、僕自身は昔、まあ今もですけど、手品師をちょっとやってまして、はいはい、でマジックの演目の一つで不思議なことをやりたいなっていうので催眠術にたどり着いた。マジックの中で催眠術を使うなんていう種目っていうのはあるものなんですか。ありますね。例えば手が固まっちゃったり、こう深い催眠にかかると物が違って見えたりするので、まあ、舞台に上げた人が例えばちょっと固まってしまう。よくあるね、人を上に上げるってね。そのでね、こう、まず催眠術を覚えてからまたマジックといいますか、芸の幅が広がったって感じですかね。そこで舞台に上がった人、一瞬で催眠術かけちゃう。一瞬で、そうですね、かかるとき方はかかって、体がガチガチになったね、なんかね、人がね、上に乗ってもね、平気って思いますもんね。注射の方が手っ取り早いんじゃないですか。あ、そうです。そういうのしないのがね、ちょっと肝ですからね。違法ですよ。違法だね。そもそも、はいはい、催眠術ってはどういったものなんですか。うん、そうです、なんでしょう、体が固まったりとか、まあ、変な状態になるようなイメージがあるかと思うんですけども、はい、まあ、別に笑ったり泣いたりとかと一緒で、まあ、自然の人間の反応の一つなんですね。うん、なので、まあ、すごくこう物事に集中しちゃってる状態だと思ってください。はい、例えばまあ、固まってる状態だと、もう手が開かないと思い込んじゃってるから、もうそれ以外考えられないから、もう手が開かなくなっちゃう。だからすごい深い集中した状態にもなっていただくかと。これ現代人って結構ストレスあるじゃないですか。はいはいはい、これを体もなんか催眠術でゆるくすることでなんかリラックスできるとか、いうのってありますか。そうですね、むしろ逆だと思ってました。逆、はい、緊張してたり、うん、例えばすごい特殊な状態だと普段通りのことができなくなっちゃうじゃないですか。はいはい、逆に、はい、まあ、シチュエーションで催眠みたいな状態にかかっちゃってるんですよ。はい、でその肩こりとか体が硬くなってるのを解くのは、逆に催眠を解いてあげて普通の状態に戻してあげる、人間のあるべき姿に戻してあげる状態って感じですかね。うん、あ、じゃあ忙しく働いてる人っていうのは実はもう催眠術になぜかかかっちゃってるんですね。すでにかかってるんですね。そうですね、それではないんだ。ですから自然の人間の状態とはちょっと言い難い状態になっちゃってる人もいるので、もうそれを普通の人としての形に戻してあげる、解いてあげる。もう人によってまた全く違うもんですよ。そうですね、じゃあ俺生まれつき催眠術かかってんだな。あ、違うね。もう生まれつきかかってんだ。言うことを聞かないとか。そうか。流されないっていう。なるほど。いや、むしろ全くかかってないのかもしれないですね。逆に。解いてほしいな。解いてほしいな。もう逆に解いてほしいな。もう解いて、第二の人生をね、歩き始めたいよ。極めてほしいな。気づいてほしいな。かかりやすい人とかかりにくい人やっぱりいるんですか。例えば笑いやすい人と笑いにくい人、 あと感動して泣きやすい人と泣きにくい人がいるように、まあ、かかりやすい人かかりにくい人はいます。ただ、まあ、時間をかければ基本的に誰でもかかるものではありますね。うん、まあ、時間をかければ誰だって、まあ、笑うのに慣れてない人が自然にほぐれてって笑うように、まあ、笑うじゃないですか。うん、まあ、催眠術もこう、まあ、かかってる、かかりづらい人はいるものの、時間をかければかかります。短時間だとこうスッとかかる人と、やっぱり時間をかけてほぐしていかなきゃいけない人っていうのはいらっしゃいますかね。まあ、催眠術ってすごくぼーっとして集中している状態が外から見ると寝てるように見えちゃうから、まあ、催眠術って呼ばれているだけで、まあ、催眠にかそこから眠らせる催眠っていうのもあるんですけれども、まあ、直接眠らせる技術では催眠術はないので、まあ、眠る途中ぐらいですかね。すごく集中してぼーっと考え事がこう定まっていってるような状態。寝る前もう夢を見てるんだか見てないんだかよくわからないような、まどろんでる状態、あの状態の手前ぐらいだと思っていただければイメージしやすいので。大切なのはイメージですね。イメージですね。本当に思い込むというか、そうですね、もう素直に、もうよく川崎先生についていきます。ぜひぜひ、はいはい、よろしくお願いします。ついていく、それっぽいものを持ってきましたので、はいはい、まあ、こういったもの、あ、よく見るな。
じゃあちょっと一人一人はお渡ししていきますので、はい、持っていただければと思います。あ、自分で、はい、僕がこういうふうによく先生が持ってね、やりますよね、これを見てる、はいはい、こういうふうにやるわけではなくてですね、ちょっと皆さんに持っていただいて、はい、ちょっとこれで試したいことがございます。はい、これで先生がかかるって、ちょっとそれになったらね、ちょっとコントじゃないんだからそういうわけじゃない、はい、でこれで何をやるかと言いますと、はい、皆さんのイメージがどれだけ強いか、そしてそれがどれだけ体に影響を及ぼすかです、はい、じゃあそうですね、こんな感じ持っていただいて、はい、大体顎の高さぐらいで、はい、で五円玉見つめやすいところ、焦点が合うところにちょっと調整していただきながら、はい、さ、周り気にしなくていいです。ただ自分の五円玉に集中してください。そしてイメージです。手は実際動かす必要はありませんが、僕の声聞きながら五円玉を見つめていると、五円玉が左右にちょっとずつ揺れるところをイメージしてください。そう、僕の声を聞きながら五円玉を見つめていると、ちょっとずつちょっとずつ手を動かさずとも少しずつ左右に五円玉が揺れ始めていきます。そう、人によって揺れ方の幅がありますが、ちょっとずつ、あ、タンカーさんいい感じですね。アッシャーさんもちょっと揺れてるのかな。入れてます。感じですね。なんで、さあ今左右に入れてらっしゃる方もいますが、一旦イメージを変えましょう。今左右のイメージですが、今度前後です。イメージを変えましょう。手を動かす必要はありません。ただイメージを五円玉が前後に揺れるように変えるだけです。そうするとちょっとずつ左右から、そう、前後に変わっていきますよ。僕の声聞きながら五円玉を見つめていると、そう、ちょっとずつ前後に変わっていって、あ、いい感じですね。わかった。なんでラッシャーさんとダンカーさん結構いい感じで、ちょっとゆくりさんが全然なんか違う動き方してるの。ゆくりさん一応下げちゃって大丈夫です。ちょっと横にいるダンカーさんの揺れ方とか見てあげてください。ぐるぐる回ってんだけど。おー、恐ろしい。すげえ。なんで、まあ、悔しいな。そうですよ、ダメだ、ゆくりさんダメですよ。悔しいじゃん。俺、波のある船に乗ってるイメージしてるもん、今。あれ、しけた船に乗ってるイメージでやってる。じゃあ一旦下げちゃって大丈夫です。めっちゃ悔しいな、おかげさまです。これ何かって言いますと、まあ、まだ船乗ってますけど、いいですけど乗ったまで。続きやって大丈夫です。どうします？これはすごいですよね。これが悪いんじゃない？これは自分で手は動かさずにイメージだけでこんだけ揺らせるのは相当イメージ力が強いです。ダンカーさんもね、ボム多少揺れましたよ。何にもイメージできてないんだ。まあ、ちょっと前後に揺れてると思います。いや、左右を想像してないですか。左右を想像してないけど。あ、なるほど。左右なのになんかちょっと揺れ方が違う感じですね。メリーゴーランド。もう、あ、丸くなるところちょっとイメージして。ラシャさんもちょっと丸く揺れるところイメージしてください。前後と左右の揺れが合わさって。そうすると自然にちょっとずつちょっとずつ。あ、いいですね。うわ、なんで？おかしいなぁ。戻ってきた。なんだお前。腹立つ。めっちゃ腹立つなこれ。おかしいな。ちょっとゆうとちゃん黙ってください。集中できないじゃないですか。はい、失礼します。豊島園のメリーゴーランド。あ、イメージ具体的な方がいいかもわからないですね。あ、なんか気持ち悪くなってきた。なんだろう。今回るイメージでいいんですか。回るイメージでお願いします。だんだん。微動だにしない。おかしいな。なんかすごいよね。ちょっとだいぶ個性が。なんか見えたところまで。ちゃんとメリーゴーランド時間来て止まって降りるとこまで思ったら止まっていくの。自然に、じゃあ自然に今度止まっていくところをイメージしていただくと、ちょっとずつちょっとずつ揺れが収まっていって。あ、そうか、俺左利きだから。あ、なるほどか。ゆうべさん、ちょっとまた前後からやってみましょうか。前後。はい、かな。止まった。静か。風もないよ。じゃあ砂浜。では皆さん一旦止まったところで。お疲れ様でございます。いや、すごいっすね。めちゃくちゃ揺れましたね。どうも。本当に。これイメージって自分の中で本当に荒れたもうカリブの海賊みたいな感じの、そういう絵でもいいんですか。全然大丈夫です。それぞれ
まあ、揺れるイメージって違うと思いますと、例えばまあ地震の揺れだとか船の揺れだとか、あるいはまあ元と自然な体が揺れるとか、まあ、いろんなイメージの仕方がありますので、そのイメージの仕方によってまあどんな催眠がかかるかっていうのも変わってきたりしますね。で、まあ、なんで揺れたかっていうと、まあ、頭の中でイメージしたことって体に自然にちょっとずつ影響を及ぼすんですね。例えば車の運転とかしてるときに、こっち側に回るぞって時に少し体が傾く。はい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 。あるいはなんかちょっとレースゲームとかやってる人も、まあ、コントローラーを動かしちゃう人もいらっしゃったんですけど、はいはい、まあ、それの延長線だと思っていただければ。なので逆に幽霊さんがこんだけ体を制御できてるのはすごいのかもしれないです。そうか、制御できてるってことなんですか。そうですね、言い方変えてしまえば自分の意思でもう止まるぞって思ったらずっと止まってられるってことなので、逆にそれはそれで訓練がいることなんじゃないかな。いや、おかしいな、動けって思ってるんだけどじゃこういう意味じゃダンカンさんもすごい、うん、そうですね、かかりやすいイメージ、イメージがいいと、そうなんですね、イメージがいい。俺詐欺とか、お父さん俺って言われたらかかっちゃうタイプそうかなやばいな、そうだ、それはまあちょっと、まあ一人でも時でも遊べるものだと思いますので、お邪魔でなければ持って帰っていただいて、はい、で人に対しても嘘発見器とかで使えたりしますね、はい、嘘ついてる時は縦、本当の時は横みたいな感じで言って、目をつぶった状態で握らせると、ちょっと幽霊さんは厳しいかわかんないですけども、まあ、ダンカーさんとかラシャさんぐらい揺れる方ですと、まあ、嘘発見器として遊べると思います、はい、今はどうかわかんないですけど、昔の嘘発見器は波長ですもんね。あれの、まあ、あれに似たような感じで、まあ、ちょっとこう揺れによって嘘がついてるかどうかっていうのが、まあ、判別できるところがありますね。俺根っからの嘘つきってこと、俺もうだいぶこうガードが硬い感じです。なんだろうな。先生、これで終わりますか今日は。いや、ここから先もまたお願いしてもらって、あれと思って、また別の方法でイメージをチェックさせていただければと思うんですけれども、はい、腕まっすぐこう前に伸ばしてください、はい、こんな感じで、どっちかの手を上に向けてください。こっちにしよう。 OK です。さあ、ここからまたイメージです。上に向けた方の手、ちょっと立ちます。上に向けた方の手にはめちゃくちゃ重たい鉄球が乗ってると思います。ちょっとですね、重たくなってちょっとずつズーンと重たくなるので下に下がっていきます。重さを支えきれなくなってちょっとずつ下がっていきます。逆の手、手首に紐が結んであって、鉄球のイメージかーと軽くなって、風船に引かれて軽くなっています。さあ、重さと軽さ、左右の手の重さと軽さをイメージしながらゆっくりと目をつぶってください。鉄球じゃなくてもいいですよ、重いものだったら。重ければ何でもいいです。重いものと軽いものをイメージしていただいて、左右の手に重いものと軽いもの乗ってると思ってください。手のひら上に向けた方の手、重たいものです。めちゃくちゃ重たいので、ちょっとずつちょっとずつ下に下がっていきます。逆の手、めちゃくちゃ軽いもの、ふわーっと上に引かれています。ですので腕が軽くなって、ちょっとずつちょっとずつ上に上がっていきます。さ、左右の腕の重さと軽さをそれぞれ体験してみてください。さあ、じゃあ3つ数えたら腕を動かさず目だけ開けましょう。1つ、2つ、3つ、ゆっくり目だけ開けてください。そして自分の腕の高さの差、ちょっとだけ、ちょっとこんなに下がってる。今度ラッシャーさんがいい感じ。鉄球？いやいやいや、砲丸です俺は。え？砲丸。砲丸の弾。俺は一緒だけの炊飯器だった。それは重いだろうと思ったの。イメージ具体的です。結構ついたな。結構こうちょっとずつ重い方はなんとなく感じるんですけど、はいはい、軽い方がこう浮くっていうのが、ね、イメージつかないんですよ。でもちょっと動画に残ってると思いますけど、ラサさんとか田中さんも少しふわっと上がってる感じがしてますので、まあ、軽さもイメージできてたら、やっぱ風船ついてるっていう方もですか。あと2つ同時に別のことっていうのもね、はいはい、この辺は苦手だと思うんですけど、どっちかどっちかに行っちゃうんだよね。そうです、どっちかでも、まあそうですね、重さでもイメージできるんですけど、ちょっとそれこの差を見せるために、ちょっと分かりやすいなと。スカイツリーイメージだな。重いな。重いわ。乗らないよ。ゆうべさんが微動だに、ちょっとだけ動いてくるぐらいな。スカイツリーでもダメか。こうだろう。今までやったのが、どっちかというと催眠の前段階といいますか、まあ、どれだけこう、あれですね、催眠にかかりやすいか、はいはい、あるいは何でしょう、どれだけイメージが強いかっていうのを、ちょっとしてチェックです。うん、まあ、イメージしたものが体に影響を及ぼすのが催眠術ですので、うん、
まあ、その度合いによってかかりやすさが見えてくるんじゃないかなと思います、うん、ではじゃあ今度また手が固まっていくような催眠をかけさせていただいてもらいます、うん、じゃあ手ブラブラブラっとして、うん、で手胸の前でグッと組んでください。でちょっと両サイドから押し付けるような感じギューッと、そうですね。そうしましたら人差し指こういうふうに立ててもらってもいいですか。さあでこれもさっきと同じでちょっと横とか気にせず少し離れて肘とかこれは、はい、まだ強く押してます。ギュッと押しちゃって大丈夫。ギュッと押してます、はい、常に常に。さあそうしましたら人差し指の間、指と指の間をちょっと後ろからごめんなさい、指と指の間じっと見つめてください。この声聞きながら指くっつけたって大丈夫です。指と指の間じっと見つめてください。さあでここを見つめながら指と指の間でじっと見つめながら3つ数えたら指をパッとこんな感じで離してください。離しちゃってください。パッと離しちゃってください。指と指の間じっと見つめながら3つ数えたら指をこう離しちゃってください。よろしいですね。1つ2つ3つどうぞ指を離してください。無理だってよ。離れないですよ。かなり硬い感じ。ゆりさん離れます。ちょっと、じゃあかなり硬い感じでもうだって力が動いてるから。なんでさあその状態でもうここ離そうと思ってもかなり硬いですよ、ええ、さあ3つ数えます。3つ数えると今度指だけだったのが手全体です。じゃあダンカーさんから1つ2つ3つガチガチに固まって指先から手のひらに硬い感じが伝わって手も硬くなってもう手離せないのが分かります。手もほら完全に硬くて離せません。おお、どうなんだ。じゃあその指先は絶対離れない。あしたさんもいいか。くっついちゃっても離れないわかります？その感じで手のひらもグッとくっつけちゃうと、そうです。くっついちゃっても完全に離れます。ほら固まってしまって離そうと思ってもかなり硬いです。さあ、ゆりさん離そうと思っても離れますね。はい。その状態で指と間でじっと見つめていただいて。はいはい、僕は手をだんだんだん指が近づいてきます。僕の声で一番じっと見つめてるとちょっとずつちょっとずつ指が近づいていて、あでも近づいてさあ、ナンカさん、ラッシャーさん、かなり硬い感じしますよね。噛めますか。いや、無理ですね、これは。だってなんで、いや、そして幽霊さんが今こう近づいた完全にくっつけちゃった。幽霊さん、この状態でピタッとくっついて、ラッシャーさん、ナンカさんと同じようにガチガチに固まって動かなくなったと思ってください。はい、1つ、2つ、3つで今完全に固まってもう離れません。3人とも離そうと思ってもう離れません。さあ、まあ、離れる場合は離しちゃって大丈夫です。試しに離そうとしてみてください。いや、だって、ぎゅっと握ってるわけでしょ。そうですね。骨折するぐらい握ってますよね。幽霊さんはもういけちゃいますね。離れちゃいました。手も離れます。離れちゃいましたね。じゃあでもラッシャーさんとタンカさんかなり硬いんで、うん、硬さちょっと触って感じてみてください。でも硬いですよ、ガチガチ。さあこの状態だとちょっとずっとこれで過ごさなきゃいけなくなっちゃいます、ね、もうずっとこのままにしてください。もうそれはそれでまずいと思います。3つ数えて手が、はい、手に触れたら感覚が全然変わって戻りますよ。3つ数えます。痛いです先生。痛いです。じゃあ戻しますね、うん、1つ2つ3つでちょっとずつ手が緩んでいってもう離れますね。自然に手が緩んでいくのがあります。ああありがとうございます。じゃあなんかさ、はい、1つ2つ3つで手が不自然に緩んでいってゆっくり離しようと思えばもう離れますね。ちょっとずれますね。 OK です。あずれた。あれで手ブラブラブラってしていただければもう離れます。いやーなんかグッパグッパグッパってしていただければ別人の腕みたい。これ人差し指になんか種がありますね。これをこう外された瞬間に力がファーッと抜けたもん。なんかあるんだこれ。ちょっとまあ確かにこう開きにくい形がしてるんですけど、ちょっとこれで開かないなって思った瞬間にもう、ああもう開かないっていうのが頭が支配されて、開きづらいって言われるんで開けますもん。でもね、徐々にやればね。ですです。こうまあ、近い状態ですとすごいこうパニックになっちゃってどうすればいいか分かんない時って、うん、まあ、時々あるかもしれません、うん、落ち着いて考えればあの一個一個
できるのにパニックになっちゃって一つのことしかできないとか、うん、ガチガチに固まってるわけじゃないんですけど意識的にも話そうっていうことがもうできないような状態、うん、で今のもちょっと近い感じで、まあ、手が固まっちゃったよっていうことで頭にイメージがいっぱいになってるので手が離せなくなっちゃってる、まあ、そんなような状態、いろいろなアサイメントちょっと体験していただいてますけれども、はい、かかってみたいものとか何かこんなことができるのかとかいろいろ聞いていただければと思うんですけれども、あなたの体は鉄骨ですとか言うて椅子と椅子の間出て、はいはいはい、すぐ上にこう人が乗っても大丈夫なの、そんなんもそれもはい、あの今ちょっと手が固まったじゃないですか、それを体の中に一本鉄の棒が入ったみたいに固めちゃうことでできちゃったりしますね、はい、今それできるんですか、やってみますか、方だったら多分あの頑張っていただければいけるかと思うんですけれども、それ頑張るっていうのはちょっと気になるところがあるしっかり集中していただく、頑張る、あのダメだったら言ってダメだって言ってください、あとやっぱり体にダメージあるとあれなんでちょっと腰がダメ、寝らせしてるわけではないですからね、じゃあちょっとどちらゆりさん何か指名していただければ、どっちが一番揺れてましたよ、いきますか、じゃあお願いしてもよろしいですか、はい、じゃあどうすればいいですか、ますか、寝ていただいてもよろしいですか、はい、じゃあこう寝ればいいわけですね、じゃあ少しやってみましょうか、どうすればいいか、OK です、じゃあ一回その状態で、あ少しこれでいいかな、 OK です、一旦体から力を抜きましょう、はい、さあそして思い出していただきたいのは先ほど腕の中に1本腕が固まった時のことを思い出してください、はい、それを体全体でやるイメージです、体の中に1本の鉄の棒が入ったと思ってください、その状態でさっきはこう固まって、うん、両手がこう一つの岩になったようにイメージしたんですけどね、はいはい、OK です、じゃあ似たような感じで体全体が岩になった、岩になったで少しだけお手伝いします。ちょっと下から下にしますね。はい。よし。真ん中下にします。はい。はい。あ。ですか。余計なことやめてください。集中してください。なんか集中。もう一回。はい、じゃあ持ち上げますんで、体の中に一本鉄の、はい、あ石になった。石になった。一つ二つ三つで。よいしょと。その状態でガチガチと固まったところにちょっと触りますね、ガチッと固まっていきます、さあその状態でごめんなさい、真ん中の椅子ゆっくりと抜いていきますね、やばかったらやばいって言ってください、いつもダメだったらダメで大丈夫です、まあまあそのイメージできないところですよね、さあじゃあゆっくりと抜いていきます、大丈夫大丈夫、危なそうな気がします、ちょっと厳しいかもしれない、もう一回インガンで一つ二つ見て、鉄骨だ鉄骨、おお。ちょっと抜けてますね、抜けてますね、完全椅子は抜きました、おお。ちょっと体がプリプリ震えてる、頑張ってない、大丈夫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 、あ石になってるから大丈夫だ、意外とゆうりさんじゃあ軽い方俺でいいですか、うん、え前から、うん、そうやばくなったら一応下で支えてますので、はいはいはい、どうしようもなくなったら、はい、大丈夫大丈夫、今だからいいですか、うん、はい、足上げますよ、はい、あおおおおおこれ以上無理ですか、無理ですか、川崎先生すごい、すごい、はよ、あの乗る方の人も岩になってくれるといいんだけど、なんかこう、なんだろう、ブヨーンとした感じがすると、こう戻るのよ、普通に、岩が。イメージが壊れる。乗る方も人も大事なんですね。うん、乗る方もイメージがある。すごいイメージ。乗る方軽くならないとダメです。あ、軽くなる。うわ、軽くなる。軽くなる。なんか力入れてないんですか。もう岩になって、体全体をもう、うん、
もう肉体じゃなくて石にしてぐーっと固めてるって感じ。そうです。そこまで頑張らなくても意外といけるみたいな感じがあったかと思います。うん、結構余裕ありましたよ。あ、すごいな。いやいやいや、じゃあ僕もじゃあ選手交代。ラッシャーだったら2つ抜けると思うんですよ。ああ、いけるいける。いや、抜くところはちょっとじゃあ真ん中だけでいけるかもしれないです。できれば2つ抜きで頑張れますんで。考えたこともない。ちょっと難しいか分からないです。2つ足だけ残してね。足だけ残して。もしかしたら。なっちゃう、ちょっと少しだけ頭に三つ抜きできない。三つ抜きできるな。三つ抜き、はい、まあまあ雰囲気によって流れでノリでね、三つ抜き浮いちゃってんじゃないですか。じゃあお願いします。じゃあそうしましたらまた深呼吸でリラックスしてください。でイメージに浸っていただければと思います。さあ先ほど手が固まった時みたいに硬くなるところ、それが体全体に、ちょっと体触れていきます。体全体に硬くなるのが伝わっていくところをイメージしてください。この辺かなと思った時にちょっと合図いただければと思います。イメージが深まったなと思ったら教えてください。硬い、はい、ありがとうございます。かなり気合い入れてきます。 OK です。じゃあそうしましたらちょっとだけ体を端にしていきましょう。よいしょと、よしと、体の中に硬いものが入ってゆっくり抜いていくの。さあ、とりあえず1個抜きは大丈夫。そんなに頑張らなくても意外といけてる感じ分かりますかね。え、抜いたんですか。抜きました。抜いたんですか。抜いてる、抜いてる。えー、分かんない分かんない。カッチンカチン、カッチカチ。ゆっくりちょっとかけてあげてもらってもいいですかね。僕、膝となるときは支えますので、カッチカチ。皆さん座っていい。あ、ここもカチカチ。いい、座るよ。うん、いける、マジいける。うってなる、うってうってなる、うってた、今今うってた、いやいや今うってた、いやいやいや、何も言ってないですよ。ああ、言ってるよ。全然大丈夫。昔行ったことしましょう。いやいや、長時間無理ですよ。そういうこと。三つ抜きいく。三つ抜き、まず二つにしてください。どこ抜く。三つ抜きってどこ抜く。頭だけ残して。おいけるか、いけるか。それちょっとやったことないんで。じゃあまず、じゃあまずちょっともう一回、お、じゃあもう一回、固まってるところにイメージしてください。イメージ、真ん中のイメージ、真ん中ね。はい、まずよしと、はい、体の中に、はい、入ってガチガチです。はい、おおよ、ガチガチだ、ガチガチだ。え、もう抜いたんですか。先生、じゃあこっちに抜いたんですか。全然感じないな。こっち抜くのはちょっと世界初かもしれない。いけますよ、もう石ですから。ここはちょっともう一気に、一気にとか、一気に、一気にスッといきましょう。下で支えますので、一応テーブルマジックみたいに下がりますの。はい、じゃあ大丈夫です、椅子行ってください。本当ですか。はいはい、大丈夫です。もうガチガチですから。ガチ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 です。支えとりないガチガチです。はい、じゃあスッと行きましょう。こっち側に、こっち、はい、せーの。おかしいな、ガチ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 。おお、いけるいけるいける。今度センターの腰はどう。あ、センター、センターの腰。もうセンターの腰。福田福田さんが言ってんだから。センターの腰。センター中心に。センター中心に。じゃあ一旦ちょっとリラックスしましょう。これは一旦休憩が必要です。休憩でしょ。はい、はい、じゃあちょっと 足をまっすぐピンと伸ばして、うん、足の場でイメージです。石の上で、石で固まってると思ったら、はい、ちょっと一度、おお、ガチガチ、
おお、岡野さん、来ましたね、来ましたね。いけるいける。勝ちに勝ち。勝ちに勝ちだと思ってください。ガチガチに固まって。ガチガチ。失礼します。一つ、二つ、一つ、はい。危ない。遊ぶのやめてください。はい、すいませんでした。遊ぶのやめてください。ちょっと調子に乗りすぎました。真ん中の星が。ちょっとバランスの問題。バランスの問題だね。バランスだけだよ。置き方なんですよね。ということでね、俺とラッシャーはちょっとね、鉄骨になりましたね。催眠術って疲れるもんですね。手法に体力を使う。そうでもなかったよ。だから、昔から言うと、この、あれですね、神道を滅却すれば、いつもまた過ごすみたいな感じで、イメージすれば、あの、体作りなんかにもいいんじゃない、これ。あの、急に無理するんじゃなくて、徐々に徐々に体をそういう風なものに慣らしていくっていうのもこれいいですね。あ、その通りですね。じゃあ自分が暗くなったら明るくとかそういうポジティブに行くような、そういうところでね、活かしたいですね、これからね。最初のところでイメージトレーニングみたいな形で。はい。先生の方もなんかね、お知らせがあるんですか。今日やってるような催眠術を教えている、まあ、SSO っていうスクールやっておりますので、はい、教えてもらえるんですね。はい。もしもね、催眠術。入ろうかな。ぜひぜひお待ちしております。そこで教わってる生徒さん。生徒さん、生徒さん、あ、生徒さん、いや、え、生徒さん、いや、このおじさんじゃなくて、生徒さん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 、モデルさん、綺麗なのよ、ほら、一緒に学べるんですね、ちょっと仲間たちで学んでいけると思いますので、じゃあ最後にお待ちしてます、よろしくお願いします、三二一九お待ちしてまーす。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。高評価もね、よろしくお願いします。なんと、2件目どうするって番組知ってる？ん？ TOKIO の。ああ、テレ東の。松本君。テレ東の。これ来て。くれたんだって。番組で。これはですね、うちの枝豆社長がデザインした、はい、あの軍団の似顔絵、はい。何種類かあるんですよ。はい、何種類かある。お嬢さん T シャツ。はいはいはい、ね、はい、これを先生ネットショップで販売してるんで、はい、ぜひ。買うようにですね。ちょっと催眠術を。そうしました。ちょっとカメラで開いていただいて。はい。じゃあこれをご覧になってる皆さん、はい。じーっとこちらのシャツをご覧ください。私の声聞きながらじっと見つめてると、だん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 この着ているシャツ、すごく欲しくなってきます。欲しい。はい。僕の声聞きながら見ていると、どんどん欲しくなって、今すぐ買いたくなります。3つ数えると、もう買ってます。1つ、2つ、3つ。買ったこれからのシャツ、トレーナーもあります。